室戸は海上自衛隊の布設艦。艦名は室戸岬に由来し、旧海軍の旧短艦艦室戸に続き、日本の艦艇としては2代目。同型艦はない。老朽化した布設艦津軽の代替艦として昭和52年に計画された。仙台と同じく基地や港湾、戦略海域等に水中超音監視装置を布設することを主任務とする。 長距離布設作業に対応するため完備に布設装置が初めて設けられた。これによりトロール盲導に代表される底引き網漁業で海底ケーブルが切断されやすい従来式の剥き出し布設ではなく低中埋設式を可能にした。艦首と完備にシーブを有し、艦内に大きなケーブルタンクを設けており、ケーブルエンジンを介してケーブル布設を行う。布設作業時は、 繊細な相関が求められるため推進機は、可変ピッチプロペラで、艦首と艦尾には、サイドスラスターが装備されている。他にも、海洋観測装置も充実し、精密促進機、最低、採水機、速温計、衛星広報装置、オメガ広報、ロランシーなどの広報支援装置を装備し、中央管制室に置かれ集中制御がなされ、ルート監視を行う。 全体の艦型は、電電公舎の海底ケーブル付設線、黒潮丸に類似しており、本艦の設計の参考にしているとされる。室戸は、昭和52年度計画4500トン型付設艦船2号艦として、三菱重工業下関造船所で1978年11月28日に寄港され、1979年7月25日に浸水。 1980年3月27日に収益し海洋業務軍に編入、呉に配備された。後継艦の室戸の収益を待たず2012年4月4日に退役した。ありがとうございます。